もっと楽しむためにミルクサッカーアカデミー牛丼屋でおかわりをする男井上馬でございます。<laughs> ミルク砂糖です。マジ <laughs> 今日はこちらでございます。ね、ンアンダー19日本代表トレーニングメンバーが発表されました。どん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 。わそうなんですね。 これ、収録してるのが4月21日になるんですが、夕方にですね、パリ世代の弟組、2003年生まれ以降の世代のアンダー1ュ日本代表のメンバーが発表されますということで、僕も食べ盛りのメンバーでございますからね。そうですね、この子たちか、まあさんかぐらいでしょうな、そうでしょうな、へえ。とはいえ、やっぱ例えば、チェイス・アンリ選手なんかもこの世代にはなるんですが。ですね。 あの彼はもうスットカルトに決まってもう向こう行ってるので、そうなんです。うんうん、なんでいわゆる、この世代の,あの超主力組っていうわけでは、実はない、はい。ということで、どんなメンバーが現れたのかとかっていうものも、いろいろ見ていこうじゃないかと。ということで、こんなメンバーでございます。 はいいこちらまアンダー19日本代表合宿でございますが、うんはい、えー、今年の4月24日から27日のトリンキャップのメンバーでございますと、うんうん、でこの世代は一体まず何を目標にしているのかと言いますと、あはいまあ、当然ながらあの2年後に行われます、2024年のパリオリンピックを目指している世代にもなるんですが、もう一個ありまして、はい、来年ですね、アンダー20ワールドカップってものが行われるんですよ。うん それを目指すための、えー、世代っていうところでもあったりするなるほど、ね。て、うん、<は>いうところでもあったりしますと。でまあその、ね、チェイス・アンリーさんだと、ほかにも同じこの世代いったらあの、東京の松木玖生選手とか、うん、あとはあのセレッソの北野颯太選手とか、うん、そのあたりもこの世代にはあるんですが、もう完全にこうガチッと決めるわけじゃなくて、い、ま、ろ、あ、んなところから今回呼んできたいうメンバーになっております,す、ね、あとは初選出の選手とかもいるんでしょうか結構いますね。 早速言ったんですが、うん、キーパー組がほぼ今回初選出組になっておりましてもしかしたらユース世代知ってる方だったらあはいはいって方もいらっしゃると思いますが鹿児島木村畑野と、まあ、それぞれあの東京マリノス<ー>広島のユース出身の<野>選手たちが。 はい、そうですよ畑野という名前ですが、東京じゃなくて広島でございますか。えー、兄弟とかではないんですか全く関係ないです、ね。ああ、そうですか。すかはい、はいそうなんでございます。<ー>鹿児島選手が FC 東京アンダー11から琉球台に進みまして、はい、木村選手が横浜 F ・マリのそのユースから今、日大へ進み、畑野選手は広島ユースから同志社台に進んだというところで、うん、そんなね大学生の3人が今回はゴールキーパーとして呼ばれたというところになっていますと。 本当はこの世代だと、あの、えー、町田のバーンズ・アントン選手あたりが基本的には、うん、まあ、主戦力ではあったんですけど、っってきたそうなんです。ただ町田組が今回呼ばれてないので、うん、まあ、多分今回、あのー、まあ、いろんなところから呼ぶって観点だから、まあ、あえて呼ばなかったんだろうな、なね、みたいなところ、うん、あるのかなというところでございます。うん、まいっぱい見たい世代ですもんね。そうなんですよね。うんうん、そして、えー、注目は僕はセンターバック組かなと思っております。はい。 清水の菊池修太選手、札幌の西野翔太選手、柏の田中隼人選手に、うん、湘南の石井大成選手の4人でございます、ね。はい。あの、この世代は、もともと先ほどからお伝えしたのチェイス・アンリさんが、怪我がない限りは、もう一枠もうセンターバックの主力が固定されてるんですよね。うん。ほぼ大体田中、チェイス・アンリみたいなことが多かったりするんで、うんうん、ちょっともうね、いわゆる一枠は、一枠は毎回変わるってところになりますけども、はい。 チェイスアンリーさんがいない間にやっぱ対等しておきたいい、ね、なるほどね。チェイスじゃチェイスアンリー世代っなっちゃった。<laughs> <laughs> <laughs> のメンバーですね。そうなんですよね。今それぞれあのお兄ちゃん世代の方では、うん、あのセレッソの西尾選手がすでにあの A 代表の合宿にも選ばれたりしてるので、うんうん、ちょっとこのままいくと、西尾チェイスアンリーっていうセンターバックコンビがパリオリンピックでは結構もう現状でかなりの有力。うんはあ、はいはいはい。まああの東京オリンピック世代にこうなぞられて言うんであれば、うん まあ、板倉富安みたいな感じです。なるほどね。言ってしまえばね。この下の世代からも出したいよね。そうです。なぜ瀬古みたいな、瀬古歩選手的な感じで、こう、ギュッとこう上がってきて、もらいたいね。うん、いねい。そうなんですよねうん、うんえ。そして続いてがサイドバックでございます。はい。 サイドバックはですね、あのー、まあ、基本各ポジあの、ゴールキーパー3人ですけど、うん、他のポジションは基本的に1人、まあ、1ポジションに2人ずつ呼ばれてる感じではあったんですが、うん、サイドバックだけは2ポジに3人しかいないな。2>, 2ポジに人。そう一1人足んないですよね。<ー>じゃあ、なんでかと言われたらということで、ね、ま、メンバー見ていくと。うん、まあ千葉の西久保俊介選手、鹿島の溝口修平選手、そして、え、はい、鳥栖の中野信也さんということで、うん 中野選手はあの右も左もセンターバックもウィングバックもできる選手ですから、うん、ね、そうそう、うん、もうポリバレントでもあるので、うん、まあ読んどきゃ大丈夫っていう観点ももしかしたらあったのかもしれない、うん、な,なというところですね。もうあの中野選手もそうしあと西久保選手もジェフではね、一定のプレー時間得られてますから、うん、あのもうサイドバックなのに175なんだけど空中戦がベラボーに強いという、うん、ジャンプとかその勘どころを分かった選手プラスロングスローの名手。えー ああこんなところ皆さん見ていただければと思ってます、えー。なんか魅力的ですね。そうなんですよ。うん、楽しみにしていただければと思います。<laughs> はい。あ、はい続いて今度は中盤より前見ていきまくと。はい、えー、今度はアンカーでございますね。うん、えー、トスアンダーツー十八の福井太一選手。うん、はい。えー、そしてえー、名古屋の吉田春樹選手の二人でございますと。うんうんうん ももとながらこのアンダー、この2003年生まれ世代はあの、名古屋の吉田選手、このアンカーとか、まあセンターバックとアンカー両方できる選手なんですけど、うん、彼がまあ担ってきたポジションなんですが、今ちょっと第一党と考えられ始めてるかなっていうのがトスのアンダージュッチあ,あ,ある意味、松岡大輝の再来みたいな、うん、そんな感じを言われてるところもありまして、うんうんうん もうアンカーのスペシャリストみたいなところがもうユース世代だともずっと言われてる選手でもあったりするんですよね。キャプテンシーもある、技術もある、インサイドハーフ、なんならフォワードもできたりするんだけど、僕が一番やりたいのはアンカーですって、もうきっぱりインタビューとかでも答えられるような、インタビュー慣れしたりしてる選手でもあったりします。うん。そしてその前ですね、一列前では、長崎の笠柳選手、うん、そして、えー、筑波大の山崎選手、そして岡山の佐野選手に岩田の藤原選手という4人が入っておりますと。はい まあ佐野選手はね、もう皆さんご存知の通りとか、うんえー、佐野海舟選手の弟さんですね、は<ー>町田のね。ペれボランチなんですね。そうなんですよ。うん、あの佐野選手、すごいなっていうのが、あのやっぱり今、今回選ばれてるメンバーでも、例えば後で話しますが、松本の横山歩夢選手あたりは、まあね、うん、松本でずっと出てるなーっていうのもあるんですが、うんうん、すごいの、この佐野選手、高卒1年目でね、いわゆる今年プロになったばかりですけど、ずっとあの途中出場とかで出てるんですよね、岡山。うんうん あのフルタイムとか、いわゆる先発でずっととかってわけじゃないけど、はい、毎試合コンスタントに使われてたりするので、いわゆるもうプロの水みたいなものとか、スピード感とかっていうのがもう合ってきた感じはするから、やっぱほら、この世代、若い世代だっていうと、どれだけ出場した経験があるかっていうのがものを言うんですって。そう考えると、る佐野選手、今、J2 の岡山だけど、うん、もしかしたら3年後とか、うん、兄さえも超えて、うん 海外の方になるほどね。なんてことも起こりうるかもしれません。これあの海舟さんく君とかねうん、うん、お父さん港で仕事してるんですかね 確かにね、船<長>海に行船と、ね、船長ですかね、ね道。渡るだしね、気になりますね。教えていただければどう、うん、どなたかね、ご存知の方いらっしゃったらね。ね<え>はい。そしたら、左側のインサイドハーフに二人入れてるんですけど、はい、この世代もうずっとこの二人、ここ。うんうん、左のインサイドハーフといえば、もう笠柳、大和、山崎大使っていうことこで。うんうん もうずっとこの二人がこれやってるんですね。笠柳選手は去年までは前橋育英、山崎選手は去年まで横浜 FC のユースだったんですが、まあね、進路先が変わったとしても、もう世代ではもうずっとここみたいなところでやっていたりする選手でございます。はい、そして最後は前線メンバーを見ていきましょう。うえー、左には、まあ去年ね、えー、静岡学園でもう冬の選手権ではだいぶ沸かせました。 静岡の10番、今岩田、古川洋介選手、選手そして大分の屋敷雄生選手、うん、そして右側にはもうね、東京でもデビューしてますけれども、長平高校の高校3年生、新井優太選手に、長崎の安打18の阿部大成選手の4人と、うん、そして最前線見ていくと、清水の千葉カン太選手、松本の横山歩選手、そして湘南の鈴木暁人選手の3人が入っているうと、うん、いう感じになっておりますと。うん ま、右にもまとめましたが、ってことで、あの、プロ以外からは、まあ、あのね、荒井選手、安部選手、山崎選手、福井選手、鹿児島選手、木村選手、畑野選手の7人が今回呼ばれたよと。大学生。うん、大学生、高校生、あとは株組織ですね。u ス組っていうところから、ま、7人呼ばれたという感じになってます、うん。なるほどですね。うん。まあ、ただやっぱりね、序盤からお伝えした通りですけど、ま、うん、各ポジション、例えば中盤だったら、そもそもこの世代、松木九流がいるよと。うんうん、で、センターバだったらく、キクって、チェイスアン三いるよと。う,ね、うん。 でフォワードだったら北野さだあとは上村学園高校の福田仕様なんかがいるよというところもいろいろあったりしますので、現状、ここのメンバーの中での一番の主力になったとしても、うん、もう一個ね、今回呼ばれてない組がいる、さらには今度、パリオリンピックを目指していくよっていう、そのお兄ちゃん世代とガチャンんになったときには、もっと上のメンバーがまた存在するよということになってきますからね。ははははいはいはい、はい それこ,こそ久保たけもしくは斉藤浩紀とかその対戦相手そう戦わなきゃいけなくなってきますからまあさて2年後には一体誰が上がってくるのかってところもちょ注目したいですね始まってるわけですねそうですねはい注目でございますもう注目ポイントわかっちゃいますいありがとうございますあの時にねあのこういうメンバーって俺、はい、学生さんとプロが混じってるわけじゃないですか。 そうですね。俺合宿なんかで夜話すときはどう、どう、分かれんのかねやっぱ話。だとお金持ってる子たちとさ、<laughs> 俺まだそれ、ちょっとわかんないわ、みたいな。分かれるわけよね。そうです、ね。何その時計とか。え、車買うのとかね。そうですよ、ね。でもやっぱ冒険だね、あみたいな。いやそれがもしかしたらモチベーションとかになるかもしれないね。知らないのね、まだね。とかってなってんのがね。<laughs> かもしれませんね。あいろんな話するでしょうね。でもね、どのチームはどのぐらいもらえせとかね。 何ですかお金の話ばっかり走ってない。自分で言ったでしょうかということで、アンダー10日本代表動画でございました。ということで、ミロアカ毎日やってます。いろんな話題でやってもらってます。ぜひよろしくお願いします。チャンネル登録、高評価ボタンでお願いいたします。そして、メンバーシップもやっております。よろしくお願いします。それじゃあね、またね。井上馬でした。どうも、どうも。